マスオティビーです。はい、今日はですね、じゃん、こちら用意しました。これね、久々にね、料理をしていこうと思うんですけど、今日作っていくのはね、じゃじゃん、こちらでーす。ビッグドーナッツメーカーって言ってね、なんか、すごいね、でかい、ドーナツを作れる、そういう方なんです。簡単な材料で、しかも電子レンジでね、5分で作れるらしくて、ちょっとね、これでドーナツを作って、さらにね、そのドーナツにね、いろいろアレンジを加えていこうかなと思います。バレンタインデーはね、もう近いし、もしかしたらこういうドーナツ型ケーキっていうのをね、バレンタインデーにいいかもしれないんで、作っていきたいと思います。まず、こちらの卵3つ、L サイズを割りましょう。こっちの方が見やすいですかね。で、これをまず混ぜていきます。ダダダダダダ。で、こちらに薄力粉 120g を入れます。で、さらに混ぜる。よし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 。で、混ぜたらこんな感じ。ここに砂糖 120g を半分ずつに分けてちょっと入れていきます。砂糖入れて混ぜたらこんな感じになりました。で、ここにこちらの牛乳を 20g、これ蜂蜜とサラダ油 20g ずつ、計40をここに加えます。さらに混ぜていきます。すごいクリーミーな感じになった。蜂蜜とサラダ油入れたらうまそう。これでドーナツの生地は完成しました。次はね、こちらのね、巨大ドーナツメーカーに生地を流し込んでいきます。いきます。トロ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 、すごーい。じゃーん、今の生地流し込んだらこういう風になりました。これが一体どのぐらいまで膨らむのか楽しみです。じゃん、次はね、電子レンジにかけていきます。900ワットで5分加熱すればいいらしいんですけど、僕の家の電子レンジはなんと800ワットまでしか出ないんで、5分30秒ぐらいとりあえずやってみたいと思います。これでどんどん膨らんでいくんじゃないでしょうか。オープン。じゃじゃーん。あれ、あ、すごいいい香りはしてるけど、なんとなくまだもうちょっとって感じですね。まだベタベタしてる。もう少しやってみましょう。電子レンジ終了。なんか思ってたよりいびつな形になっちゃいました。もっと綺麗にね、できるもんだと思ってた。ひっくり返します。せーの、とりゃー。はい、3、2、1、じゃじゃん。おお、電子レンジやりすぎたんだ。でもひっくり返すとかなり綺麗な感じにできてますよ、ほら。で、完成したこのドーナツね、このまま食べるのはちょっと寂しいんで、これにね、いろんなアレンジを加えていきたいと思います。まずね、このドーナツを真っ二つに切りたいと思います。水平にスッとね、一等食べるし、ほんでる。じゃーん、二つに切れました。2段のケーキみたいにして作っていきたいと思います。じゃあまずね、この下の段にホイップクリームをね、敷き詰めたいと思います。綺麗に綺麗に。おお、はい。で、このまま上の段に蓋をすると、もうこれでサンドイッチですよハンバーガーですよ。はい。で、この上の段にもこうクリームで、こういう風にね、ケーキのクリームを伸ばすやつがないんで、ちょっとこれで伸ばしていきたいと思います。はい。で、ここに溶かしておいたこのチョコレートをさーっと線を描くようにこう乗せていきます。シュッと、いけ、だめだ、うまくいかないんで。はい。で、最後に彩りよくこのチョコレートをまぶしていきます。シュ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 ッと、パラ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 、じゃん。ということで、完成したドーナツはこちらです。ちょっとね、クリームが溶けちゃって微妙なね、見た目にはなってしまっていますけど、重要なのはね、味です、味。果たして味はどうなのか、食べてみたいと思います。では実際にね、こちらの完成したビッグドーナツケーキいただきます。普通にね、美味しいです。普通に美味しい。やっぱり油で揚げてないんで、普通のドーナツとは違いますけど、ヘルシーな、なんか爽やかな感じのドーナツの食感が楽しめます。ちょっと電子レンジやりすぎて若干硬いところもあるんですけど、なんかそれもまた手作り感があって美味しいですね。香りもね、なんかパンケーキみたいな香りで、すごくね、食欲そそる香りですし、もしね、こういう風にリング型ドーナツじゃなくても、普通のあのケーキの型とかに入れて、こういう風にできると思うんで、皆さんもね、ぜひ一回やってみてはいかがでしょうか。ね、バレンタインでも近いし、非常に美味しくできたんで、満足でーす。はい。
で、得点なんですけど、こちら得点は、よー !55!55 55点ですね。うん、味はいいんですよ。でも、ちょっとね、見た目が若干汚くなっちゃったっていうのと、これを人に持ってったりすることはできないなと思って、55点にさせていただきました。はい、でもね、これすごく作るのね、楽しいんで、ぜひ皆さんも、こちらやってみてください。今日もすごく楽しかったです。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。